おい、俺のパソコンがおかしい。早く見てくれ。そう言ってきたのは、上司の及川だ。この人は、パソコンに弱いくせに、知ったかぶってパソコンをいじり出す。そして、自分の手に負えなくなって、俺に投げてくる。何度も、勝手に設定をいじらないように伝えているのだが、俺の勝手だろと言い出す。だったら、最後まで俺に頼らないでほしいけど、さすがに上司に向かってそこまでは言えていない。俺の名前はユージ。40歳でシステムエンジニアをしている。妻と息子2人のごくごく普通の家庭だ。俺は契約社員や派遣社員として働いていたこともあるが、数年前から今の会社で正社員として働いている。以前の会社は残業が多く、それが嫌になり、今の会社に来た。ここはほとんど残業もないし、給料はそれなり。やりがいはあまり感じられないが、俺にはやりがいよりも安定した生活を選んだ。人間関係は良いとは言えないけど、そんなのは他の会社でもそうだし、目をつむれる範囲。唯一、社内で飲みに行く仲なのが、同い年の転職組の健介。こいつとは気があって、仕事でもよく助け合っている。けれど、目下の悩みは直属の上司の及川。俺より10歳くらい年上のようだ。一言で言うと、とにかく無能。上司に向かって言う言葉ではないのは分かっているけど、偉そうにふんぞり返っている割には仕事ができない。聞いた話だと、社長の身内だかで骨入社らしくて、及川に意見する人はいないそうだ。あまりデジタル化が進んでいないこの会社では、社内のパソコン関係のことは基本的に俺が引き受けている。会社の規模も大きくないので、俺一人でも回っているのだ。ただ、時々新しいシステムを入れたり、アップデートが入ったり、そういったことがあると忙しくなる。今回も新しく導入するものがあり、俺は珍しく残業して対応していた。その日は残業明けで出勤。まだ作業が終わっていない部分もあったし、質問も多くて朝から忙しい。それなのに、また及川がやらかしてくれた。おい、どうなってるんだ、これは。及川に怒鳴られ、俺はデスクに急いだ。てっきり新しいシステムの件かと思ったら、及川は全然違うことをしていた。何もしていないのに変な画面が出た。と言い張るが、そんなわけないだろう。及川はよくこの言葉を使うが、何もしなくてどうにかなることはほとんどない。また設定を勝手にいじったのだろう。しかし、今はそれどころではない。他の社員の作業が優先だ。業務に支障はないので、ひとまずこのままにしておいてください。新しいシステムの導入で手が足りないので後で見ますから。俺は及川にそう説明して自分のデスクに戻ろうとした。すると、及川は、優先順位が違うんじゃないか。俺のパソコンが使えないんだぞ。他のことなんてどうでもいい。こっちが先だ。と怒鳴り出す。そもそも及川はパソコンを使った作業なんてほとんどない。作業なら他のパソコンでもできると伝えたが、及川はふんぞり返っている。俺が使えないと困るんだ。お前、俺の部下だろ。上司の言うことが聞けないのか。こんな時に限って社長は不在だ。どうしたら分かってくれるのだろうと困っていると、同僚の健介が助け舟を出してくれた。及川さん、こっちのパソコン使えますよ。そう言って誘導してくれる。助かったと思ったのもつかの間、及川はまた怒鳴り始めた。だから、俺のパソコンが使えないと困るって言ってるんだ。話の通じない奴らだな。いや、話が通じないのはどっちだよ。仕方ない。そんなに時間はかからないだろうし、及川のパソコンを先に直すか。そう思った瞬間、及川は俺に言った。お前みたいな無能を雇ってやってるだけでも感謝してほしいものだよ。こんな仕事もできないのか。給料もらってるんだろ。及川が俺や他の社員のことを無能と言ってくることは日常茶飯事だ。でもみんな心の中で無能に無能と言われたところで痛くも痒くもないと思っているし、俺もそうだ。しかし、この日は寝不足も忙しさもあって、イライラしていたし、いつもみたいに聞き流すことができなかった。俺はなんとか丁寧語を使って、何度も言ってますけど、優先順位がありますから、及川さんは待っていてください。という。先に及川のパソコンを直そうと思ったが、無能扱いされてそんな気遣いはしたくなくなった。先ほど、助け舟を出してくれた健介は心配そうに見ている。すると、及川は笑い出した。俺に逆らう奴はクビだ。その言葉に俺は驚く。及川にそんな権限はあるのだろうか。しかし、及川は続ける。社長には俺から言っておくよ。お前が無能すぎるからクビにするってな。お前は知らないみたいだから教えてやるけど、社長は俺に逆らえないんだよ。俺の親はこの会社に出資している。それがなくなったら困るのは社長だからな。そう言って、及川は笑う。だからこんなに態度が大きかったのか。俺は今までの出来事に納得をした。及川は、今月でクビだ。わかったな。という。俺は社長と及川の関係を知ってしまった以上、ここで働き続けるのはしんどいと判断し、反論する気力はなかった。わかったな。と、及川が怒鳴りつけるので、俺は仕方なく、はい、と言った。その後、一部始終を見ていた健介から声をかけられる。おい、首って大丈夫かよ。俺は疲れ切っていてため息をついた。はあ、なんとかなるよ。転職活動をしてみるさ。そう言って、健介を置いてデスクに戻る。今月で首ということは時間がない。焦ってはいたが、この会社に転職してから帰宅時間が早くなり、投資の勉強をして、今では少しばかりの稼ぎも出ているので、しばらく生活に困ることはないだろうと思う。それに、退職すると決まると、及川の嫌味も、いつも以上に受け流すことができた。おい、聞いてるのか？と、及川に怒鳴られても、後でやりますね。と言って、ひたすら待たせる。あまりにうるさい時は、俺みたいな無能に頼むんですか？次に雇う人は有能だといいですね。と、笑ってやった。及川が苛立っているのはわかるが、俺にはもう関係ない。それに、及川が俺に命令してくるのは、はっきり言って、俺の業務外のことだ。俺は、自分のやるべき仕事はやっているので、文句を言われる筋合いもない。及川は悔しそうな顔を見せたが、無能はさっさと消えろ！と言い捨てた。そして退職日当日、次のエンジニアはまだ決まっていないようだが、俺は今までの仕事の引き継ぎ書を作成し、及川に渡した。それなのに及川は、お前みたいな無能の代わりなんかいくらでもいる。と言って、せっかく作った引き継ぎ書を投げてくる。俺は頭に来て、及川に言った。じゃあ、これがなくても困らないんですね。すると、及川は鼻で笑ったので、俺は頭に来て、引き継ぎ書を近くにあるシュレッダーに入れる。社内は騒然としたが、自分が標的にされるのは困るのだろう。誰も助けにも入らない。健介はいつも助け舟を出してくれていたが、今はちょうど社外に出ている。そろそろ定時なので、俺は帰り自宅をし、外出先から戻ってきた社長に挨拶をした。社長は、あまり社員のことは気にしていないようで、形式的に、今までお疲れ様。というだけだ。定時になったので、俺はデスクを立つ。その時、及川がやってきた。最後まで嫌味を言う気かと思うと、パソコンがシステムエラーで停止した。早く直せ。と怒鳴りつけてくる。またですか。俺は本音を言ってやった。できもしないのに勝手にいじるからですよ。いつも忠告してあげていますよね。わからないんだから、知ったかぶりしなきゃいいんですよ。すると車内からクスクスという声が聞こえてくる。みんな同じことを思っていたのだ。及川は顔を真っ赤にして、うるさい！いいから早く直せ！と言ってきた。俺はその姿に思わず笑ってしまう。残念です。俺しか直せませんが、今日でクビなんで帰ります。そう言って会社を出ると、なんだか清々しい気持ちになった。翌日、俺は健介と飲みに出かける。お前がいなくなった後、及川のやつ、カンカンだったぞ。健介は笑いながら言った。引き継ぎ書もいらないって言うからシュレッダーにかけてきたけど、今後どうすんだろうな。俺がそう言うと健介は、さあ、俺にももう関係ないからな。と言った。実は、健介も俺をかばい、及川にクビ宣告をされている。あと1週間ほどで退職だ。健介は営業能力に長けていて、交友関係も広い。有能なのにどうしてこんな会社に転職したのかと思うほどだった。その理由を聞いたのはつい先日、俺がクビを宣告された時だった。家から近いし、そこそこの給料だったから、自分の会社を立ち上げるまでの足がかりだよ。健介はそう言って笑う。詳しく話を聞くと、かねてから交友のある人物から会社の設立を持ちかけられているという。そろそろ本格的に準備をしようと思っていたから、クビになったならそっちに本腰入れようと思って。及川にクビを宣告されても余裕を見せていたので、転職先の候補があるのかと思ったら、そういうことだったのか。俺は素直に応援しようと思ったのだが、ユージも手伝ってくれよ。と誘われる。俺が？驚いて思わず口に出すと、健介はうなずいた。俺はユージのことを認めているし、信頼してる。そういう人間とやっていきたいんだよ。そう言われて嬉しかった俺は、その話に乗ることにしたのだ。俺たちはクビになるまでの期間で、会社設立までの準備をして、健介の退職を待って、本格的に開業することになった。いざ開業してみると、今までのようにのんびりとはしていられなかったが、やりがいがある。やりがいより安定なんて思っていたけど、信頼できる健介とこうして仕事をするのはとても楽しかった。やればやっただけ成果も上がり、充実した日々を送っている。しかし、あの会社から退職して1ヶ月が経った頃、俺のスマホに見知らぬ番号からの着信があった。新しい会社の関係者かと思いながら出てみると、お前、どこで何をやっている？と怒鳴りつけられた。この声は及川だ。俺のパソコンが動かなくなった。今すぐ会社に来い。及川はとんでもないことを言い出す。何言ってるんですか？俺をクビにしたのはあなたでしょ。また何か余計なことしたんじゃないですか？そんなの自分でやってください。クビになってまであなたの尻拭いなんてしたくありません。はっきりとそう言ったが、及川は引かない。どうせお前みたいな無能は再就職もできてなくて暇だろう。つべこば言わずに来ればいいんだよ。いやいや、無能に頼むなよ。この人、バカにするために電話してきてるのか、頼み事をしたいのか、全然わかんないな。相変わらずの及川の態度に頭に来るよりも笑ってしまう。健介は、どうしたと口パクで伝えてきたので、俺はスマホから耳を離しスピーカーにする。及川はまだわめいているので、俺は言ってやった。もう再就職してるんですよ。同じくクビにされた健介と会社を立ち上げたんで。健介もそれを聞きながら笑っている。怒っているのは及川だけだ。はぁ、お前らが会社を立ち上げただと？そんなもんうまくいくか。いいから早く来い。すると、健介が口を開いた。エンジニアを派遣するので出張料いただきますが、よろしいですか？その手があったか。及川はわめいているが、健介は淡々と料金を説明する。ああ、わかったから早く来い。と、及川が騒ぐので、俺と健介は以前の会社に乗り込んだ。会社について挨拶をすると、元同僚たちが驚いている。社長にも説明をして、この料金で出張に来ましたと請求書を渡す。及川は俺を見つけると怒鳴り散らしてきたので、俺は話を聞き流して及川のパソコンを開いた。また変に設定いじりましたね。勝手にはこうならないんで、いい加減に学習した方がいいですよ。俺はニコニコとしながら嫌味を言う。そして、ウイルスに感染してますね。これは変なホームページでも開いて、わけもわからず、変なものをダウンロードしたってところですかね。というと、及川はまた怒鳴る。そんなことはない。俺は何もしてない。またいつもの言葉か。何もしていなくてこんなことにはならないですよ。何もしてないって言えば周りが何とかしてくれると思ったら大間違いですからね。呆れながら言うと、及川はようやく言葉を詰まらせた。俺はそう言いながらも、今回は出張料も取って仕事できているし、原因を究明しようと、ひとまずホームページの閲覧履歴を開く。すると、驚くべきことが分かった。俺は今までよりも大きな声で、及川さんダメですよ。会社のパソコンでいかがわしいホームページなんて見てたら、ウイルス感染の原因はこれですね。というと、社内にいる全員の視線が及川に刺さる。健介は笑い出した。俺、前にそれ忠告しましたよね。やめておいた方がいいですよって。健介にそう言われると、及川は真っ赤になり怒鳴り出す。俺はそんなもの知らない。誰かが俺のパソコンで見たんだろう。誰だ？今すぐ名乗りだろ。そこで、俺は言ってやった。あれ、及川さん、ログインの設定変えたんですか？及川は俺を見て、ああ、なんだそれは、今まで通りしかやってないぞという。俺はうなずいて、ああ、そうですよね。じゃあ、パスワードかかってるから、及川さんしかこのパソコン使えないですね。前に他の人が触らないようにしろって言うから、俺パスワード入れるように設定変更しましたよね。じゃあ、いかがわしいホームページを見たのは、及川さんしかいません。と念を押した。誰かが吹き出すと、続いて他の社員も笑い出し、社内は及川を馬鹿にする笑いで包まれる。ただ一人、社長だけは険しい顔で及川のところにやってきて、先ほど渡した請求書を及川に叩きつけた。これは君が自腹で支払うように、私もようやく目が覚めた。この二人がいなくなって、うちの会社の経営は傾き始めている。しかもエンジニアに至ってはまだ誰も採用できていない。今までも優秀な人材を勝手にクビにしたこともあったな。もううんざりだ。君にはやめてもらう。しかし、及川は強気で言う。はぁ、うちの親に出資してもらってるんだろ。けれども、社長は引かなかった。そんなことは関係ない。私の姉の息子だからと仕方なく雇っていたが、君の親への説明は私がする。社長は私だ。今までに見たことのない気迫で、社長は及川を追い出し、俺と健介に頭を下げた。その後、社長は及川の親に説明をしたところ、及川の親が激怒。及川は会社を辞め、実家も追い出されたそうだ。うちからの出張料を含めた請求や、ウイルス感染したパソコンの対処や、諸々の経費は、及川の親が本人の貯金から支払わせたらしい。うちの会社は社長から正式に依頼され、パソコンの入れ替えやネットワーク関係の仕事を引き受けている。一時は経営が傾いていたようだけど、及川がいなくなったことで社内が活気づき、なんとか持ち直しているようだ。うちの会社も急成長していて、忙しく働いている。やりがいもあって、充実した毎日だ。